はあ、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回はチームプレスというものについて紹介をしていきたいなと思います。まあもしかしたら、結構知ってる方もおられるかもしれないんですけど、まあ紹介をしていきたいなと思います。まあチームプレスっていうのは、まあ全体としてディフェンスラインから中盤から、かなりきつめにラインを高くしていって、まあチーム全体として前から守備をしていくっていう、まあ戦術っていうほど、ずっと1試合通してっていうわけじゃなくて、まあある一定の時間帯だけ、まあそういうプレスをかけることができるっていう、ものになってます。まあ実際に映像を見てもらってる通り、かなり前がかりに行きます。なので、まあ個人的にはリスクも伴うと思っていて、裏とかに一発でスルーパス、サイド際とか、まあ中央でもいいんですけど、バーンって蹴られた際には、本当にディフェンスラインも本当に前に行ってるので、かなりそこで横パスとか、されて1点とかっていう、まあ危険性はかなりはらんではいるんですけど、それでも、まあ相手がビルドアップに困っていたりだったりするので、まあかなり有効な場合もあります。こういう映像のようにすぐに、中盤でカットをして、ショートカウンターで1点を取れたりとかっていうこともできます。なので、まあ一つ、まあ方法として、紹介をさせていただきます。まあ出し方としては、この、左下に出てるように、こう十字キーを1回下に、十字キーの下を押すと左下に出てくるかなと思います。か右下かに出てきて、その後、まあ、このチームプレスっていう場所が、また十字キーの左にあるので、まあ、十字キーを下押して、この画面というか、この表示が出ると、また左に、十字キーを倒すと、こうやって緑になるので、チームプレスが、まあ、一定時間、発動します。で、やっぱり映像を、見てもらうと分かる通り、みんなが連動してるんですよね。普通に何もしない状態より。なので、まあやっぱり選手ってそれぞれ守備するときって1人しかカーソルが動かせない中で、みんなが動いてるので、かなりプレスは、相手からするときつくて、なかなか逃げられない状態にはなります。なので、結構、まあ自分は、あ、これはめられるなって思ったときに、まあちょっと使ったりはするんですけど、まあ、あとは、点を取りたい時の相手のゴールキックとかに結構使ったりします。結構これで、まあ、相手がなかなかビルドアップ困って、まあ、勝手に自分の選手が取ってくれて、そこからショートカウンターで1点とかっていうことも、できるので、まあ、使いすぎには注意。最初にも言った通り、本当に最大でも2回ぐらいしか僕は使わないので、結構そこら辺を目安に、まあ、1回か2回使ってもそんぐらいかなっていう、感じに、まあ、とどめてます。ので、まあ、見てもらって、まあ、最初はゴールキックの時に使ったりとか、本当にこの選手全体が本当に前から行って動いてるっていうのを、まあ、体感していただければ、まあ、またそれを使っていくうちに慣れて、あ、この状況で使ったら結構ハマるなとかっていうのが分かってくるかなと思うので、まあ、こういうチームプレスっていう、まあ、一定時間ではあるんですけど、そういうことができるよっていう、ことを知ってもらえたらいいかなとは思います。まあ、結構これだけの紹介にはなってしまうんですけど、まあ、ぜひ参考にしてもらえれば嬉しいなと思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。